はい、皆さんこんにちは、さゆきのすいです。はい、さゆきのそうすぎです。はい、シーズン3が始まって少し経ちますけど、新キャラが実装されました、はい、ラジエルですね。ですね、はい、はい。まあ、これ特別なガチャの方じゃなくて普通のやつでも引けるし、なんなら保証かなんかで1枚もらってね、うん、一応みんなが使えるキャラ、なんなら日によってはあれかな、ね、うん、減免かなんかでおそらく貫突状態が使えるキャラになると思うんですけど。そうだね、うん、まあまあしばらくはね、このカジュアルマッチにもこのキャラが溢れてラジエル対面とかを一生ねやってたと思うんですけど、どうですかね。なんか、特徴的な動きとかありますこのキャ ラジエル。このキャラはね、うん、そう、今見てるその後ろサブからの下角、うんうんうん、今の突進のやつと、あと横特角だね。ああ、はいはいはい、まあ、強いね。そう今見てる、うん、あれあれあれ、はい、射撃ガードをしながら突進してくると。そう、うん。あとさ、なんかやたら N サブの弾速だけは早いよね。そうだね、 N サブしかも1回当たればダウンまで全部持ってってくれるからね。うん、なんか一発だけの性質で言ったらさ、あのベータの3発目より強いぐらいのものが飛んできてるイメージなんだけど、うん、ね、うん、ちょっと発生は遅いからちょっと難しいんだけどさ、まあなんか使い方的にはケルビムのサブと同じような感じで使ってるかな。ああ、そうだね、なんとなくってやったねみたいな感じだと思うんだけど、うん、そうまあそれなりに尖った武装があるこいつなんですけど、どうすかね、ここ数日でとりあえず今夜化したいラジエルの動きみたいな感じでいろいろやり込んだと思うんですけど、はいはい、ラジエルといえば、うん、とりあえずこの動きしときゃ間違いないなみたいなのあったらちょっと教えてほしいんですけど。このキャラね、あの横特角からの、下格闘メインができればもう大体格闘勝てます。ああ、そうだよね、結構根元からバーって出るから、はい、気がついたら相手がスタンになってみたいな。その横特角をまずステップで逃げないといけない、逃げたくなるようなね挙動してるから、それでステップ踏んだところをあの下角度で刺すみたいなのができるから、うん、いや楽だね。まあそうだよね、あの横特角をガードしようとして、でそこで横特下角ってキャンセルするとその下角をこっちがステップできるから、まあ次の格闘がかなり隠りやすいみたいな感じ。まあしかもその下角からねメインキャンセルで3連射を打ちながら降りれるから、ガードしたらガードしたでこっちブースト有利取れるし、してなかったらそこからダウンまで持ってくるから、はいはい、まあ強いね、うんうんうん、なるほどちょっとさ、うん、あの俺個人的に少し困ってるのが、あの、はいはい、後ろ特角あるじゃないですか、溜めて後ろ特角あるね、うん、突っ込んでいく、あれはどう使えばいいかな。あの横特とダンス共用じゃないですか。そうだね、どういうタイミングで使うか、あれはね見られてない時かな。あ、少なくとも見合ってるタイミングで出すのは違う、ちょっと難しいかも。見合ってる時に出したいのは N 特角とかだったりするからさ。ああ、いやなんかさ、あのちょっと前のさ、わかるかな、バーチェの格闘チャージわ、うん、かる、あれあれあれ、ギリギリまで近づいてそのまま出し切るのかステップして横角するのかみたいな、うん、そういう読み合いで使うぐらいなら闇討ちとかに徹底した方がいいみたいな感じ。そうだね、あれで読み合いできてたのって結局スーパーアーマーがあったりとか、まあ、闇とかだったらさ射撃すり抜きあったりとかいろいろあったからね。うん、そっか、その後は特に何もないもんねこいつね。そう止められちゃうからね簡単に。なるほど多分、まあ、この試合とかでも最後の方やると思うんだけど、うん、まあ、闇打ち気味で、その後ろ特角、刺したりとかはすると思う。はい、ああ、なるほど、うん。いや、ありがとうございます。あとは、ちょっと俺、個人的には聞きたいのは、はい、後ろサブから何するっていう選択肢があるじゃないですか。下角と N サブ？そうだね、うん、うん。そうだね、下角と N サブがあるね。まあ、あの、5サブだけだとさ、さすがに、弾として弱いから、まあ、結局はどっちかに派生すると思うんだけど、うん、普段使いはどうなんだろう、やっぱ下角かな。そうだね、基本的にあの下サブ出してるときは機動力下がっちゃうから、できればその下角やってその手堅くダウン取って有利作っていくみたいな形がいいのかな、うんうん、ほんな、まあ、それ今のやばいよね、うん、結構そうあの前と後ろで詰めれるから結構いける、うん、そうだよね、多分ガードとかにもかくったりするもんな。
そうだね、まあ、ちょっと今みたいにね、あの復帰したてはあの後ろ特化使って、うん、あの位置調整したりとかはする。あともうそろそろもう一回やるんじゃないかな。シグナス覚醒して見られなくなったから、これで。あ、なるほど。そう、あ、今のは綺麗な打ちだね。そう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 、あんな感じの時は後ろ特化すごい使えるなって思う。はいはいはい、なるほど、うん、でなんとなく N サブメイン副弾薬で降りて終了。あ、そう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 、はい、まあ、そうだよ。なんとなくこう射撃戦もできるからね、このキャラ。そうなんだよね、かなり器用なキャラって感じだね。うん、まあまあ、じゃあちょっと次の試合とかぼちぼち見ながら、ちょっと聞きたいんですけど、なんとなくこうランクとかを見ているとですよ、うん、昔実装されたねキャバリーとかよりも、まあなんかバンはされないイメージ、うん、なんかそうだね、されないね。みんなそこまでこいつ土地狂ってるとは思ってなさそう。で、まあこいつが使えますと、ね、ランクまで。じゃあ、はい、どういうキャラが見えた時にこいつを使おうっていう気になるのか、うん、だから有利なキャラとかっていうのがちょっとあったら教えてほしくて。そうだね、有利なキャラに関しては、まあ、射撃戦主体のキャラとかは結構有利には進められるのかな。あと足遅いキャラかな。足遅いキャラに対しては割とその こいつ自体は結構ブーストね早いタイプだからさ。あ、まあそうだね、うん、そうそうそう、結構強気にいけたりとか、まあ守りについても追われなかったりするからさ、はいはいはい、追い切れなかったり相手がねするから結構楽ではある。なるほど。あ、じゃあ現在のランク的に、まあ、よくよくみんないる、なんだろう、ランクでピックしてくるキャラって言ったら、まあ、例えばフリードとか、うん、はい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 、まあ、スコーピオンとか、うん、その辺になるんですけど、どうですか、フリード取れる？いやね、実はねちょっと無理かもしれなくて。あ、そう、なんか横特とかで意外と頑張りゃいけんじゃねとか思ってたんだけど。そう、横特格からこっちが読み合いを仕掛けないといけないんだよね、あれ。フリードのさ、放棄って格闘出せるじゃん。あ、そうだね。そうだから、こっちがその横特格出しましたと見えたなって思ったら、うん、向こうはあの格闘振れば振り返せちゃうんだよね、発生前に。ああ、そっか。そう、そこから、まあ、振り返される前にその下サブ何メインで降りるとかそういう手段もあるんだけど、下サブメインやると、うん、基本ね、ほうきに乗られてると後ろにね逃げてる最中は当たらなかったりするから、はいはいはい、結局追い切れずみたいな場面があったりするんだよね。あ、なるほど。いや、ほうきにまたがってる最中ガードできないじゃないですか。できないね。だからその間に後ろ特殊を食べるとか、はい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 、っていうのもいいのかなとか思ったけど、言うてって感じ。言うてね、もうちょっと言ってしまうと、フリードにはほうき中後ろメインっていう停滞しながらね物を受ける技があるから、あれ置いてそのまま読み合いを始められちゃうと結構不利かなって思ったりする。まあそうだよね、構えを見てからじゃあこっちもこうするねになっちゃうのか。そう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 か。なるほど。でもなんかそうすると言うて今の環境に対してなんか、うん、自分ラジエル行きますんで任しといてくださいよみたいなキャラってあんまりいないのかな。割とね少なめではあるかもしれない。あ、ただやれるけど、そう、うん、全体的に自衛とかは結構強いから、うん、まあ、さっき射撃系のキャラに行けるとは言ったけど、まあ逆にその自衛だけっていう意味ではその格闘機にもまあまあ全然いけるような性能はしてる、はいはいはい、ああ、なるほど。そう、突っ込んでくる格闘キャラに対しては割とそのなんだ自衛したりとかできたりするんだよね。うん、まあ、今ちょっとやられちゃってるけど。まあまあまあ、このなんとなく、うん、いや、まあどのキャラもまあ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 みたいな感じの雰囲気を見る感じ、やっぱ良くも悪くも結構万能機なんだなっていう感じするよね。そうだね、うん、あ、まあ、そうかそうか。まあじゃあ別にこのキャラランクで出すのはちょっとっていうのもないし。そうね、うん、あ、じゃあ結構まあいついかなる場面でもフリーピックって感じなのかな。そうそう、結構なんかいい感じの調整してきたなとは思う。はいはいはい。じゃあ一応今いけんのかっていうキャラ聞いたんだけど、うん、致命的にこのキャラだけはちょっとやめてもらっていいですかみたいなのとかってあるかな。ねキャバリーかな。キャバリー、あ、キャバリー結構弱体化されましたけど。
キャバリーはちょっとね、アサルト中のメイン横得でも取りきれないからやめてほしいかも。あー、間に合わない。あの冷静にね、後ろに逃げながらアサルトメインずっと放すキャバリーにはね、もう100いけないです。あー、結構やることないんだ。そうか。まあそんでもってさ、通常時もさ、横特格見てから格闘振ったりすんだよね。はいはいはい、キャバリーまだ全然格闘はね、普通の性能してるからさ。はい、いやまあそうだよね。今結構さ、そのキャバリーが加砲されたじゃないですか。されたね。加砲されて、昔からキャバリー行けますよっていうキャラ、シュウとか、あの辺がちょっとのさばってくるにあたって、はいはいはい、未だにこいつはキャバリーをバンしたくなるんだっていうところそう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 このキャラまだね、ちょっとキャバリー無理かもしれない。ちょ対面キャバリーいた時にこいつ出すのはうって感じなんだ。そうだね、厳しめかな。なるほどね。まあまあまあ、とはいえそのキャバリーさえどうにかなっちまえば、まあいろんなところはやり込み次第でどうにかなりそうと。そうね、読み合いとかでなんとかやっていけそうだなって感じ。はい、なるほど、わかりました。まあまあまあ、しばらくはね、この目の前のボディを堪能させていただきましょう。はいはい、そうですね、はい、ランクでも見たいもんですね。というわけで見たいね。はい、以上、はい、ラジエルでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。